さん、おはようございます、プロデューサー。そんなに驚いて。そうなんですか、僕もプロデューサーを誘いに来たんです。運命を感じちゃいますね。はい、というわけでプロデューサー、せっかく休憩時間なんで外行きませんか。違いますよ、一緒に筋トレでもしに行きましょうってことです。疲れるほどハードにはやりませんよ、ちょっとしたリフレッシュですから。うわ、冷たいなプロデューサー。運命を感じた相手にそんな言い方しますか。二人三脚でトップアイドル目指してるっていうのにひどい、あまりにひどいです。よよよ、ひーやり、一人でやるより二人で一緒にやった方が楽しいし頑張れますからね。わかってますって、プロデューサーは運動不足でしょうから最初は軽めに行きましょう。よし、じゃあ早速公園まで走って行って軽めにスクワット50回から。はい、スタート。自分でも奇跡的によくできた気が。ありがとうございましたプロニューさん。
し、頑張るぞ。毎回撮影が楽しみなんだ。で、今日はどんな動物を取り上げるの？面白そうだね。早く会って挨拶してみたいぞ。どんな子なのか性格を見てほしいぞ。乱暴そうな子も意外に可愛いんだ。お疲れ様。今週もご苦労だったね。来週もよろしく頼むよ。ではお先に。